ブラニエボは、ポーランド北部のバルミアマズウルイ県にある町。ブラニエボ郡の中心都市である。人口18,068人。バルミア地方では、オルシキンに次ぐ第2の都市である。ドイツ5名は、ブラウンスベルクインオストプロイセンリトアニア5名は、プルーサ。ビスワ型からおよそ5キロメートルのパスウエンカ川沿いに、位置する。 エルブロンクの北東3 5トル、カリーニングラードの南西5 5トルにあたる。国道54号線で6キロメートルほど北へ行くと、ロシアのカリーニングラード州との国境に至る。ドイツの地理学者、ヨハンフリードリヒゴールドベックによると、町はもともと、モラビアのオロモーツの市境、シャウエンブルクのブルーノに由来するブルンスベルクという地名だった。 司教は1254年と1267年に、ボヘミア王をたかる二世に随従し、ドイツ騎士団によるコプロイ先人征服にも参加した。ブルンスベルクは、プロイ先人の軍営という意味のブルーセベルゲに、由来するという説もあるが、確証はない。なお、シャウエンブルクのブルーノは、ボヘミアのブリシュペルク村を建設したことでも知られる。 1243年には、ブルンスベルクを含むバルミア地方が、ドイツ騎士団から新設された、エルムラント市教区に譲渡された。市教は町内に聖堂を建立し、主な住まいとした。1254年に、リューベック法に基づく都市権を保障されたが、1261年の第二次、プロイセン反乱で、町は破壊され、人口も減少した。その後、リューベックから、 多くの入植者が移り住み、1273年に新たな土地に市街が再建された。1284年には再び、リューベック法の都市検証が与えられたが、次期指教、ハインリヒ・フレミングは、都市検証をブラウンスベルクから剥奪し、代わりにフラウエンベルク市に付与した。1296年には、フランシスコ会の修道院が建立され、 1342年には新市街が建設された。バルミア地方最大の商業、港湾都市として町は繁栄し、1608年までハンザ同盟にも加入していた。長くドイツ騎士団国の一部であったが、1466年に13年戦争の講和条約として第2次トルニの和訳が締結されると、 新設された横領プロイセンに組み込まれ、ポーランド王国の支配下となった。1525年にドイツ騎士団国が世俗化して、プロシア公領が成立すると、その領民の多くはルーテール派に改修した。プロシア公アルブレヒトは、バルミア地方の併合を画策したため、ブラニエボのカトリック教徒は、プロテスタントのプロシアから庇護してもらうため、ポーランド王に真珠を誓った。 1526年、ポーランド王国は町を以前の領主であるエルムラント司教をマウリティウス・フェルバーに変換した。バルミア全域で見られたように、ブラウンスベルク市民も教皇の進化である司教に忠誠を誓った。そのため、民族的にはドイツ人が多数を占めながら、バルミア地方ではローマカトリックが優勢であり続けた。 1772年のポーランド分割でプロイ占領となって以降もこの傾向は続いた。17世紀のブラニエボ市街16世紀のリボニア戦争でブラニエボはルーテル派のスウェーデンに3年間ほど占領されたが司教、スタニスワフホジュシュがイエズス会の学院コレギウムホシアヌムを設立するとルーテル派は再び抑圧された。 学院には1564年に神学校が併設され、さらに、グレゴリウス13世の時代には、北欧、東欧諸国への宣教師を養成するコースも新設された。ブラウンスベルクの人レギーナ・プロットマンは町内に、聖カタジナ姉妹修道会を設立し、1583年に、教会の公認を受けた。イエズス会の新学者、 アントニオ・ポッセビーノは1580年代、台頭するプロテスタントの動きに対抗するため、ブラニエボの学院の拡大に尽力した。ポトツキ提訴の後、1772年の第一次、ポーランド分割で、町はプロテスタントのプロイセン王国に並行され、翌年新設された東プロイセン州に組み込まれた。プロイセン国有鉄道の旧駅舎1852年の、 プロイセン東線の開業で、ブラウンスベルクは、プロイセン王国の他の地方と鉄道でつながった。20世紀初頭の町は、ケーニヒスベルクに近い東プロイセンの学術の中心地であった。イエズス会の学院は1912年、ブラウンスベルク国立アカデミーに開祖された。第二次世界大戦前には、人口が2万1000人に達したが、 中派別に見ると、その59%がカトリック、29%がプロテスタントであった。第二次世界大戦で、市外は大部分が怪人に返した。3年半に及んだ、静潔な戦いの後、1945年1月13日、ソビエト軍が東プロイセンへの進攻を開始し、1月26日には、ブラウンスベルク北方のビスワサスに到達した。 2月に入ると、ブラウンスベルクのドイツの民間人は凍結したサスを渡り、対岸のダンツヒカ、ピラウを目指した。そして、そこからドイツの船舶に乗り込み、西へ脱出しようとした。ブラウンスベルクがソ連に占領されたのは3月20日のことだった。激しい戦闘や無慈悲な破壊行為、大火によって、旧市街を含む街の80%が壊された。戦後は、 ポツダム協定で定められた新しい国境線に基づきポーランド領となった。そのためポーランド人が移住してきたが、そのほとんどはソ連領となったポーランド東部の人々であった。コレニウムホシアヌム、ありがとうございます。